こんばんは。今日は新しい家に引っ越してきてから足りないものがいろいろあったので、今日はいろいろ足りないものを買ってきましたので紹介したいと思います。今日は割といっぱい購入して、食料品も含めて1万円分ぐらい買ってきました。で、最初に TK Maxx っていう、服だったり家電が安いお店があるんですけど、そちらに行って、足りなそうなものを買ってきました。TK Maxx のレジで「袋いりますか?」っていうふうに聞かれて、レジ袋無料だと思ったので「ない」って言ったんですけど、袋代かかるので自分のバッグを出せばよかったなってちょっと後悔してます。で、まずはお皿を買ってきました。キッチンにお皿がなくて、マグカップもなくて、もう完全に自分で買ってきたものを使ってくださいっていう家だったので、今日は最小限のお皿を買ってきました。あとボウルです。オートミール食べるときとか、コーンフレーク食べたり、スープ飲んだりするときにボウルが必要なので買ってきました。これは2.99ポンドですね。TK Maxx に行った後にパウンドランドに行ったんですけど、パウンドランドにも種類は少ないですけど、お皿があったので、パウンドランドで買ってもよかったなっていうふうに思いました。で、次に、グラスです。マグカップは大家さんから借りれたんですけど、グラスがなかったので、グラスを買いましたけど、ちょっとこれ今開けて思ったんですけど、洗いづらそうですね。でも結構4つ入りのグラスっていうのが多くって、そんな4つもいらないなと思ったんで2個セットのやつを買ったんですけど、ちょっと洗いづらそう。結構ですね、この縁が狭いコップが多くて、まあ、2つあれば十分すぎるので、これを使いたいと思います。なんか割れそうな気がしますけど、メイドインジャーマニーなのでドイツ製ですね。100%クリスタルグラスだそうです。これはもともと6.5ポンドだったんですけど、4.99ポンドで買いました。次にフライパンです。前ここに住んでた人が結構いい人で、引っ越しの入れ替わりの日にその人と会ったんですけど、自分が持っていけないものを私に残してってくれて、で、ちっちゃい鍋を置いてってくれたんですね。あとはスプーンとかフォーク、ナイフのセットは置いてってくれて、なんで非常にありがたくそれを使わせてもらってるんですけど、フライパンがないので今日はフライパンを買ってきました。で、見た感じこれが一番いいなって思って、ポーチドエッグも作れるみたいです。と開けてみます。あ、値段は先に、17.99ポンドだったんですが、私は8.99ポンドで買いました。イギリス生活始まってからハサミと出会わなくて、まあ、自分の化粧箱に入ってるちっちゃいハサミはあるんですけど、なのでアマゾンでさっき買いました。明日か明後日届くと思います。こんな感じのフライパンと、あとはここにお湯を入れて、卵が2つ分入るようになってて、ポーチドエッグが作れるようになってますね。あとは蓋です。このポーチドエッグがついて、このフライパンと蓋がついて8.99ポンドって結構お得だなと思って、まあ、これ使いたいと思います。キッチンが割と狭いので
料理をしないっていう前提なんですけど、まあ、目玉焼き焼くとかハム焼くとかお肉焼くとかそれぐらいはしようかなと思うので、フライパン一応買いました。あとは茶こしです。これはもともと6ポンドだったんですけど 2.99 ポンド半額ぐらいで買いました。あとはタオルを買いました。これは5枚入って 3.99 ポンドです。まあ多目的のタオルが欲しかったんでストックで買っておきました。あとはこれは歯ブラシ入れです。湯飲みっぽいんですけど 1.99 ポンドです。もともと5ポンドだったのでお得に買えました。今 TK MAX 行った後にポンドランド行ったんですけど、ポンドランドでもある程度揃えられるなって思ったので、まあ今度はポンドランド先に行こうかなと思いました。でこっからは日用品と食料品なんですけど、ゴミ袋ですね。これが80リットルで20枚入ったものです。掃除当番っていうのがあって、ゴミの袋を自分で買えるので、これ自分で買ってねっていう風に前に住んでた人に言われて、で今日はこのサイズを買いました。であとはやっと買いたかった調味料ですね。これがケチャップ1ポンドとブラウンソースを1ポンドで買いました。ブラウンソースは多分ウスターソースと一緒なんじゃないかと思って買ったんですけど、ステーキとか焼いた時にこれを使おうと思って買いました。であとはですね、ストックしておきたかったオートミールです。時間がない時とかにサクッと食べれるので、すごいオートミールは楽です。今度オートミールを食べる時はフルーツとかを入れて食べてみようかなと思います。でこれはフロスティーとかコーンフレーク系のものが8個パックになって入ってます。これ1個1食分で8種類入ってるんですね。本当はフロスティーだけを食べたかったんですけど、まあいろいろ試してみて美味しいなって思うものを大きいサイズで買ってもいいかなと思ったんで、前の家でこの鳥のマークのコーンフレーク食べたんですけど結構美味しかったです。朝ごはんとして食べれるなと思ったんで買いました。あとミニの小さいカゴです。2つで1ポンドでした。まあなんか小物入れたりとかお風呂場で使えるかなと思って一応買っときました。これは洗濯物用のネットです。日本から持ってくればよかったんですけど忘れてしまったのと、あと家から送ってもらうのを待てないなと思ったんでこっちで買ってしまいました。1ポンドです。とこれはハンドウォッシュです。手洗いですね。これも1ポンドです。家の皆さんそれぞれ自分でハンドジェルを買ってたので私も自分用のを買いました。まあ一人用なのでこのサイズでも十分長持ちするんじゃないかなと思ってこのサイズで買いました。何ミリ入ってるんだろう、325ミリでこのサイズです。1ポンドです。とコーヒーです。と砂糖入りのやつと砂糖なしのやつがあるんですけど、私は今家に砂糖がないので、シュガー入りのを買いました。最後に蜂蜜です。これも1ポンドで買いました。一人で使うのでこのサイズで十分かなと思って買いました。しばらくは砂糖の代わりに使いたいと思います。最近の進展としては
コロナのワクチンを申し込みまして、最初は今日行くつもりでコロナのワクチンを予約してたんですけど、引っ越しの次の日なのと明日仕事があるので高熱が出ると辛いなっていうふうに思ったので、仕事終わりの日にコロナのワクチンを予約しました。で、会場にもよるんですけど、結構朝9時から夜の8時までワクチンセンターっていうのが開いてまして、チケットピアみたいなシステムでコロナのワクチンを予約して、で会場に行って打つっていう形ですね。まあ来週打ったらまたレビューをしようかなと思います。では今日はここら辺で終了します。